町田市民文学館言葉ランドで東京クロニクル1964-2020 展を開催。1964年の東京オリンピックからおよそ半世紀の東京のイメージをエッセイや小説、写真や芸術作品で回顧します。ニューヨークの写真家ウィリアム・クラインの写真集東京。1960年代オリンピックを控え変貌する東京の姿をスナップショットで表現し、写真を志す若者たちに衝撃を与えました。1964年の東京オリンピックのトーチとポスター。アジアで初めて開催されたオリンピックは東京のイメージを決定づけるとともに、日本のデザイン力や創造性の高さを世界にアピールする機会となりました。開高健のズバリ東京。作家たちはこうした東京の変化を独自の視点で表現し、小説やエッセイとして記録しました。オリンピック開催から56年、政治、経済、文化の中心として多くの人々が行き交う東京の街は、作家たちにインスピレーションを与え、今なお想像力を刺激し続けています。皆さんは東京と聞いてどのようなイメージを思い浮かべますか？東京クロニクル1964-2020展は6月9日から8月10日まで町田市民文学館言葉ランドで開催します。